はい、アングラーズビッグジョンチャンネルということで今日も始めていきたいと思います。マサプルプルです。ヒデプルプルです。シゲプルプルです。まあちょっとあんま元気ねえな。もうやり直しだな。マサプルプルです。ヒデプルプルです。違うこと言った気がする。シゲプルプルです。元気ねえな。やり直しだな。やり直しだな。もう一回言って、もう一回言って。マサブル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 です。全部違うから。ヒデブルブルブルです。足りてない。足りてねえよ。足りてねえよ。足りてねえよ。どっかいだったヒデブルブルブルです。あれ一個足りねえな。あれ3回あれ俺何回言った。まあないや、じゃあ今日の、ランキングベスト3、うん、男性有名人聞きましょう。好きな男性、嫌いはないもんね。嫌いはここで歌っていい。あんまないからさ、ね、じゃあ第3位から私、有名人、芸能人、芸能人、芸能人だね。まあね、芸能人、芸能人、長星剛。まあこれはもう僕が中学校の時からギターとかやってた、好きな、今でもそうか、そういうのあり、見ております。そういうのありか、 YouTube 見ております。はい、第3位、第3位男性ですもんね。男性、今回は男性ですね。有名芸能人、芸能人、浅野忠信。ああ、いいね。なんでなんで？はい。なんで？いや昔好きでしたね。まあ今も好きですけど。かっこいい。はい。昔の。昔の。うん。です。しげも。3位はタモさん。タモさん。タモさんはみんな好きだよね。タモさん嫌いな人、まああんまりないよね。多分ね、嫌いな人ね。いないよね、うん、いないと思いますよ。だって笑っていてもあんだけやってたんだからね。だって今でもあの番組が良かったもん、これお昼は。ああ。続かないですよね、絶対見てましたね。私第2位、はい、キムタク。おー、2位なんだ。もう大好きですもん。もうこの世代は1位じゃないんだ。この世代どんずばなんですよ、もう、うん、多分私、49歳なんですけど、このちょっと前後の方は、いや俺の1個上ですね。もう本当神のようにみんな多分いろんな同じ靴を買い、同じジャケットを買い、同じアクセサリーを買いなんていうことをやってたような時代もあったような気もします。そういう人私いないな。ね、じいちゃんのことかね。第2位、第2位はですね、大泉洋です。あいい、水曜どうですか。そうです、それで、はい、それが好きで。いやー、あの方のバイタリティは素晴らしいですね。それはわかるわ、うん、それはわかる。私の第2位はリー・フランキーです。あ、しげさんらしい選び方。ド変態ドスケベ親父。いいですね。でもかっこいいよね。かっこいい、かっこいい、かっこいい。演技もめちゃめちゃうまいじゃん。そう、渋い、いいとこつくな、センスなんか。なるほど。よく見える。おじいばっかり、おじいばっかり。なるほど。失礼だ。僕がじゃあ第1位、リアル第1位芸能人、うん、この人大好きっていう、うん、まあその歌手とかそういうの全部抜いて普通に芸能人大好きな人、ちょっと自分もちょっと重なると思うんですけど、加藤浩次。ああ、ちょっと癖ある人ばっかり好きですね。大好きなんですよ。あんだけやっぱ物がズバズバ言えて、やめてみて勉強家なんですよ、うん、そうだと思いますね。大好きなんですよ。スッキリ見たことない。終わっちゃうんですよ。
僕もう嫌なんですよ、本当終わっちゃうの嫌なんですよ、終わってほしくないです。じゃあなんか新しいまたあの加藤浩次が出る番組を見つけます。あと加藤浩次の奥さんバカキです。バカキです。はい、以上。1位ですね。1位は、小田切。イケメンばっかり。なんか願望？イケメンばっかり。願望？いやー、小田切城は昔あの夜中に。なんかドラマ警察のやつ、あ、そう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 、自己啓発、そうですそうです、知ってますね、知ってますよ、髪の毛をもじゃもじゃってこう、はい、パーマかけた、それがすごい好きで、知らない、はい、そうなんです、そうなんです、俺絶対桜井って言うと思ったけど、その時のそのもじゃもじゃのが好きで、うん、です、あれ面白かった、タモさんフランキーで来て、はい、第1位、1位はエータです。うーん、ここで今日に来てイケメン急に女出しやがって、急に女出しやがって、どうした、だって思い浮かばないんだもん、カエラの旦那さん、あ、そう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 、あ、なんかカエラを選んだところもすごいカップルです、いい、ね、カップルというかあの夫婦ですよ、あんななんていうのかな、個性的な2人が一緒に暮らして結婚して子供ができて幼稚園とか出てるわけでしょ、そう、周りのみんなびっくりしちゃうね、びっくりすると思いますよ、カメラを選んで全然もう株が上がりますよね、あ、そうなんですか、まあ人それぞれなんかイケメンばっかり、も急に女出した、私だってイケメンばっかりだよ、タモさんはあれだけどリリーはかっこいい、リリーはかっこいいけど、これあれだね、どっちかっていうと怖い人、うん、怖い人、多分なんかストックスある、うん、多分そういう人に憧れるんでしょうね、きっと自分がそうじゃない、優しい、優しい人なんて多分あるんだって、ね、効果音なんか、なんかわーっていう笑いをちゃんとつけとけよ、やっ、あ、やば強制的に効果音が入るように、フォーフォーとかピーじゃないですか、ダメしょうがねえな、ということで今日のアングラーズビッグジョンチャンネル、うん、まあ、ずっとねここのところダウンばっかやってて、うん、アウターはねなんかあの寒くなって夜寝とりますな、うん、あの好調なんですけれども、はい、あのこの時期に着るじゃあインナーって何っていう時にアングラーズビッグジョンってサークルロゴが大人気なんですよ、うんうん、まあ今から見せますけど、まあ素敵なデザインがあるんですけど、そのスウェットのパーカー2型がサークルロゴの大きなプリントとちょっとちっちゃめの刺繍と2種類あるんです。でもシルエットが違うんです。それを今からこの2人がとても上手に上手に上手に説明してくれますので、意地が悪い、しばらくお待ちください、意地が悪い、どうぞ、意地が悪い人がいるよ、おう、意地が悪い、yes、どうぞ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 、うん、どうぞどうぞ、じゃあこの人気があるサークルロゴですね、メインデザインといえばいいですかね、うーん、そうだね、ドドーンとでっかいの、まあ、メインに使ってる、はい、ね、うん、まあ、夏も T シャツレギュラーとゴールドがありましたが、今回のトレーナー、パーカーにもそれがございまして、こっちのドドーンと大きい方はレギュラーシルエットね。まあまあね。レギュラーって言ってもあれですよ。肉厚な。ちょっとすごいしっかりしてる。あの洗ってもね、すごいしっかりしてるね。垂れない、うん、あのいい生地使ってて。なんていうのこれ、すごく手触りもいいな、さらっと。だからこれね、リブとかもしっかりしてるんで、長くすごく着れます。はい、生地も丈夫、リブも丈夫で。ちょっと細かいこういうね、ところもね、これ、ラバーでこう、紐を最後。キュキュってしてやる。あ、なんで俺喋っちゃうんだろう。ごめんなさい、出たがりで。どうぞどうぞ。はい、あとね、ポケットもあるんですよ。こここれポケットないっけ。これはない。これはない。考えるポケットあった。ラグランになっておりますので肩回りが楽ですね、動かしやすい、動かしやすい、
まあ、レギュラーシレット、ね、釣りの時でも、やっぱ塊は楽に動かせる。これもテーパーしてますよね。してます、うん、こう手首に向かってだんだん細くなって、これがね、すごいシレットが綺麗なんですよ。で、左手にサークルのペン、ワペン、ワペンがついてます。スレットって世にいろいろ出てるけど、これと同じ形はないですもんね。ないです、うん、若干そう、これ T シャツと同じ着丈が長いので女性はお尻が隠れます、うん、そう、うん、M でも全然余裕で着れて、うん、綺麗に着れますね、うん、でフードの形も綺麗。こう表だけのやつよくあるじゃないですか。裏、まあ、は全然捨てない。これちゃんと2枚になってるんで、うん、シルエットも綺麗。それもちょっとね、こう紐をダウンと同じでキュキュッとキュキュッてしてあげると、うん、ちょっとこうね、立体感が出ていい感じになりますよね。ごめん、ヒデさん全部言ってたからどうぞ。いいいいあともう一種類が、これドーンと入ってるけどちょっとドーンと入ってるのかなっていう人もいるとは思いますので、ね、はい、ワンポイント、はい、そうですね。シンプルなのが好きっていう方にはこちらのボールだ、ボールだ、ボールだ、はい、こちらのシルエットボールなんですけど、まあやっぱこれもサークルロゴ、サークルロゴの刺繍になっております。プリントではなく、見えるかな、これすごいいいのよ、これ、ね、これあれだね、あのスタッフ系が良いですね、はい、うん。微妙にこの刺繍の大きさってあんまないんだよ。そうね、ないかもしれない。もうちょいちっちゃかったりするのは多いんだけど、意外とこの大きさないんで、バランスがちょっと珍しい。刺繍とすごくは、これがプリントだとね、あんまかっこよくないんだよ、きっとね、うん、そうですね、立体感があるから多分この大きさでかっこよく見えるっていうね。まあゆったり着れるんで、そうですね、ゴールドでゆったり着れますので、僕これはめちゃくちゃ愛用してます、うん、私あえて L を着てるんですけど、2人とも着てるよね、はい、はい、うん、とても良い、うん、スタッフ受けにいいです。本当に洗濯してもよれないし、うん、意外とホコリもつきにくい気がする。あ、本当にそういうのも大事だよね、うんうん、そのまんまで干しても平気ですよね。もう本当に平気です。結構ね、スウェットとか水含んでね、干すと結構伸びちゃう。肩がね、見ようになったりするけど、するんですけど、これ大丈夫です、うん、すごいしっかりしっかりして、目も詰まってるしね、これ。あ、目が詰まってるからいいのかもしれないですね、うん、で裏毛なので、長く着れるのが良い、うん、9月から3月、まあ、4月ぐらいまでは、うん、いけるんじゃないかな。まあさすがに5月になると暑いかもしれないけど、4月ぐらいまでいけるんじゃないかな。ここのリブがしっかりしてるのがあるんですね。リブもしっかりしてる、テーパーしてるから、うん、あの腕が、なんていうのかな、あ、これはセットインスリーブ、脇はゆとりがあるけど、ここがすっきりしてすごく見えるっていうね。だから細く見えるの、腕が特にレギュラーの方はね、うん、かっこよく見えるよ、レギュラーは。これはボールだ、うん、めちゃくちゃ好きですよ。レギュラーは綺麗ですよね、うん、全く違う性質を持った、うん、プリントでもあり、全く違う性質を持ったシルエットであり、はい、うん、で色が黒とグレー、2色。これそれぞれ選んでもらってもいいかもしれない、形違いで、もう全然違うので、本当にシルエットが使えると思います。毎日同じリズムで着たいっていう人は同じ形を買った方がいい、ね、うん、そういうのは全然気にしないっていう人は別々で買ってもいいんじゃないのかなと思います。ヤマトのオンラインショップで、そこに出せ出ます、はいはい、ヤフー楽天で、はいはい、買えます。どうぞどうぞ、はい、ぜひぜひということで、はい、着ると意外といいのよ、サイズが。いや、見てもいいよ、十分ディディーンと見てても十分いいですよ。着たらもっといいですよっていうことですね。そう、サイズが、M、L、XL、 特にボールドの方なんかは
クセラだ結構大きいね。大きいですね、うん、かなり大きいです。着こなしに応じていろいろとこうねサイズを選んで迷うといいんじゃないかなとは思いますけれども、レギュラーの方は普通に MLXL で選んでもらった方がいいんじゃないかなと思います、はい、ボルトの方はその着こなしということで、大きく着たい方はワンサイズ上を選んでもらえるといいんじゃないかなと思います。喋らないと言いながら喋っております。黙るな。9000円ですよ。ゴールドの方がちょっとね、同じです。9500円になっております。そしてですよ。まあなんだかんだ言って俺が着てるパーカーが一番可愛いっていう、ね、それ世に出なかったやつじゃん。これ世に出ましたよ。あ、出てないかもしれない。出てない、うん、顧客様に買ってもらって終わったという幻の一品、モザイク入れておいてください。みんな分かったのか。まあ今日はアングラーズビッグジョンサークルロゴ2種類このご紹介。はい、サイズ感とかもし不安だよってあれば、あの向かいまでに来てご試着できますんで、うん、ぜひぜひ。あとジーンズヤマトのインスタグラム、ジーンズヤマトのインスタグラムオフィシャルに質問でもいいですね。コメントを入れてもらってもいいですし、ストブルーでも構いませんし、ヒデさん、YouTube でも構いませんし、ヒデさんでもいい。ヒデさんの声入れといてください。ここにヒデさん顔も入れといてバーンってここにあるマスクがさ、ほらあるからさ、マスクがないバージョンバーンってさ入れといてあげて、はい、イケメンずほぼ何を言ってんの。イケメン好きだってさっきイケメンばっかり言ったからそれはだって男性芸能人って言ったからじゃない。あ、そういうこと、うん、タモさんもか、タモさんに抱かれたいのか。そういうことじゃないじゃん。そういうことじゃないじゃん。何言ってんすか。タモさん怒ってんじゃないの。さん、お父さんだったらいいよな。いいかどうかは分かりませんが、だってご飯作ってくれるし、あ、ね、お金もいっぱいあるし、お金もいっぱいあるのかな。もう俺もお父さんだから何も言えないけど、うん、今日はじゃあサークルロゴの紹介と好きな芸能人男性バージョン、ヒゲさんが最後にまさかエータというか、エータはねずっと好きなんですよ。不思議な感じがして気持ち悪いんですけど、ドラマとか CM とか変なやつ多いじゃないですか。まあ変わった役が多いのかな。面白い。最近ドラマテレビ見ないみたいですか。そう、テレビない、うん、YouTube ばっか見た変な虫だ動物だばっか見やがってわけのわからん。見てくれましたか皆さん。おすすめです。見ません。見ません。一個も見てません。送りましたよね、私。見てません。いや。ブルーフラットのしか見てます。本当。本当、私は牛島とか送ってくるの嫌だ。また今日のお花が面白い。というところで今日はアングラーズビッグジョンチャンネル。ダウンは。いっぱい説明しました。インナー1枚どうですか、うん、というところで、だって脱いだ、やっぱ脱いでもさ、かっこいい方がいいじゃん。脱いだ時、なんか、えっていうね、うん、もう本当これ着ればよかったね、バッチリですよね。出かけてね、やっぱりね寒いところから中入って、さあご飯食べようってデートの時に脱いだ時に、スパーンってこう来たというところで、今日はサークル用のご紹介ということで、はい、はい、ありがとうございます、それでは皆様チャンネル登録、高評価、できましたら、コメントご質問などもありましたら、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあそれでは今週この辺でバイ。おーBye. Bye. What the hell? Wow.
バイ。